世界の美味しいグルメをご紹介、めぐるめ。どうもめぐるでございます。さあ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 、やってまいりました8カ国目インドネシア、ジャカルタでございます。朝から移動開始して昼前にやってきたんですけど、なんかいろいろ吸ったもんだってですね、気づいたら10時、何も食べてない。今日お腹空いたということでご飯食べたいと思います。きらびやかな街がこっちには見えてるんですけど、もう一歩離れるとなんかこうゲトンストリートタウンっていう感じで、まあ、まだ来たばっかなんでちょっと全容つかめてないんですけど、この格差がすでにすごいですね。街の至る所に結構ストリートフードがあって、東南アジアの中でもインドネシアで、まあもちろんシンガポールがトップですけどに比べるとだいぶまたちょっとこう一個、国のレベルが下がったなというような印象でございます。屋台飯とかも結構多いんですけど、これが面白い。サイズ感の違うバナナが、さっき1本だけ買ってってナイフでちぎってった人いますけど、多分1本買いとかもできるんだと思います。すごいね、青いのはまだ後ろで美味しそうだよ。いろいろ種類があって、こっちの人は基本的にイスラムなので豚を食べません。やっぱ鳥とか魚とかを食べると。いきますよ、ストリートフード。唯一知ってる文字があった、ナシゴレン。これ聞いたことがあるということでこの店にします。もうお腹空いたんでどこでもいい、何も食べれれば。行ってみましょう。ナシゴレン、イエスワン。食べれればもう何でもいいです。大体もう経験してるよね、思ったものは出てこない、それでいい。食べられれば何でもありがたい。もう今日は何でしょう、宿のチェックインも大変で、案内板という案内板が全部わかりにくいのよ。なんかインドネシア相性の問題なのかわかんないけど、全然たどり着かない。一応ローマ字で書いてあるんだけど、インドネシア語なんで、お金出すの苦労して、 Wi-Fi ゲットするのなんかすごい苦労して、なんかこっちは普通に SIM カード普通入れれば使えるんですよ、その携帯自体が SIM フリーだったら。でもなんかインドネシアはインドネシアで買った端末じゃないと反応しない SIM みたいなのがあって、今までの国となんかちょっと特殊な条件なんですよね。それでぐるぐる回ってとか、結果10時、これで1日終わってしまう。動いた先の1カ国目の1日目2日目っていろんなことが慣れないし、ルールも分かんないから、ここが一番大変なんですよね。東南アジア、ラオス行こうか、すごいバタバタしたんで、インドネシアはゆっくりします。疲れました。私が理解している範囲だと、多分ナシゴレンってのはチャーハンっぽいやつのはずなんですけどね、中華鍋で炒めてる。いい火力ですよ、いい火力。こういうね、家庭料理っぽいのが一番うまいんですよ。ソース投入です。ソース、あれはなんだろう、ナンプラーっぽい。一刺し、わー、結構な量ある。本当は中身の具材の指定までできるとよかったんですけど、食べられれば何でもありがたいです。結構シンガポールにいる時にインドネシア行くって言ったら、飯うまいからいいよねって言って、インドネシアご飯期待してるんですよね。いろいろこのまためぐるめシリーズもお届けできればと思っております。ちょっとずつちょっとずつ調味料が足されていってる。今のはお肉かな、牛と豚は。あ、でもこの方頭にヒジャブ巻いてないからイスラムじゃないのかな。来た来た。来ました。ナシゴレン、うわ、めっちゃうまそう。チップスは何なんだろう。いただきたいと思います。いきます。いや、うまそう。鶏肉っぽいの入ってますね。あとはなんだろう、卵と人参、あ、炒めたガーリックも入ってる。ネギとか、この色味だよね、ナシゴレン。いきます。うん、うまい。焼き飯、あ、思ったより辛いな。チリが入ってるような感じはしないんだけど、でも入ってんだから結構辛いですね。おこげもあってすごい火力でわーっと炒まってるから、パラパラ。これが謎だよ。揚げせんべいみたいな。おいしいよ、せんべい。普通に日本でも売ってそうなせんべい。ただこの、チャーハンとせんべいってすごいね。なかなかないコラボ。近代的な国2個行ったじゃないですか。マレーシアと。クアラルンプールにしか行かなかったんであれなんですけど、まあでも相当街だったし、その後行ったのがシンガポールでしょ。
うなぎもが入ってる、美味しい。鶏はがっつりいろんな部位使うの。この感じ、久しぶりにがっつりまた東南アジアを感じます。ただ今までの国と違って、やっぱりイスラム圏なので、こういう食事の部分とかは、宗教の色がだいぶ出てきましたね。歩いてても、例えばコンビニとか入るじゃないですか。どこも1ミリもやっぱお酒売ってないんで、イスラムの人たちはお酒飲まないから、高いなとかじゃなくて、見つけることすら手段の技って。四つ足のものを食べないプラス、海に囲まれてるから、まあ多分これ見ても、魚を食べるんでしょうね。イスラムの方はね。多分本当はシーフードとかもあるはずなんですけど、そこまで交渉ができなかったですが。辛いなぁ。うなぎもうまい。結構、味付けも濃いめだね。名古屋人も納得の濃さです。これビール欲しいな、これ。なんでチップスなんだろう、マジで。おやつなのかよ。後で食べるのかな、これ。お目がありゃ、どこでも生きていける。お目は米でしかない。今はさらっと言いましたよね、名言ですけど。米は米でしかない。ひどくすることなんかできないもんね、米という素晴らしい食材を。マレーシアなんて、あんなでかくてクアラルンプール発展してんのに、人口3000万。一方、インドネシアは2億です。で、今まで回ってきた感覚だと、やっぱ人口の多さに比例して経済力とかって変わってくるんで、本来で言うとインドネシアって、もっともっと大きくて、もっと力があっても良さそうなはずなんですね。でもやっぱり一つその経済成長を妨げる要因になってるのは、宗教の側面が多いみたいで、どっちかっていうと、これざっくり話ですよ。聞いた話ですけど、大枠で言うともう少しこう、ビジネスっていうところも含めて、まあ、イスラムにもいろいろあるわけですよ。めちゃくちゃ厳しい。ストイックにやってる人からそうじゃない人まで。いろいろいるのが、マレーシア。でそこは、しかも玄関口になってて、ツアリストが同じイスラム教のところから、例えば UAE、アラブとか、中央アジア、あっちの方からも、いろいろと来ると。インドネシアに関しては、より本気の人たちが多いみたいな。その部分で少しこう、ネックになってるみたいな話は、ちょっと聞いたけどね。まあ、その辺はまたちょっと今後の取材でいろいろ見ていきたいと思います。なんでこんなところに焼き鳥っぽいのがあるんだろうと思ってたけど、多分冷蔵庫がないからこれで保存できるようにしてるんだね。そうすると、さっきも一本持ってったんですけど、使いたい時に、パカッとこう、持ってきた。先に焼き鳥にして保存が効くようにして、で使いたい時に使うっていう、そういうやり方なんです。もう常温でさらしておいてあるから知恵ですね、こういうのね。日本の場合、生の状態から料理してチャーハンとか作ること多いと思いますけど、まあ、これはこれでストリート風のっぽくて、まあでもそんなこと考えもしなかったからですね。生の状態から料理ができる環境があることありがたいなんて一度も思ったことはないから、何でも当たり前じゃない。5万円5万ルピーなんで、これ500円、ゼロ2つこれ50円、こんだけいっぱい持ってても1000円もない。いくらだろうこれで。よし、当ててみようか。300円。攻めすぎかな。3万。3万ルピア。巡る予想。How much? Thank you. 正解は、1万8000ルピア。180円。すげえ。ちょっと待って。え?カンボジアより安いよ。ナシブレ180円。嘘でしょ?来た。俺の答えは来てなかったんですけど、めちゃくちゃ安い。あ、ちょっとこの国は長く入れそう。ナシゴレ180円マジか、すごいな。まあ、ストリートフードってのはもちろんありますけど、ちょっと驚きかも。これいいな、このなんか値段を最後に当てるシステム。みんなもいくらだと思いますかみたいな。またやります、これ。ちょっと高齢化してみましょう。はい、ということで今回はナシゴレンいただきました。美味しかったです。そうでした。ありがとうございました。
バナナ食ってみたいな。番外編で買えるかな。Hello, can I have one? How much? No one. 150円でこれ全部来るんだ。めっちゃあるな。そんないらんけど。Thank you. Yo. 欲しいもんみたいな。お、でも。なんかしなってる。うん。ねっとり甘い。で、日本のバナナよりももう少しだけ弾力があるかも。このバナナ食べたことない。うん、でも甘い。これね、シンガポールでバナナ甘くて美味しくてさ、やっぱ東南アジアバナナかなと思って買ったんですけど、俺バナナ好きなんだよ。めっちゃ来た。せかせか、残りの生活で食べたいと思います。結構でもね、ほんとね、東南アジアこういうとこで、フルーツ買うのおすすめですよ。日本じゃ食べられないやつとか、食べられない値段で。これで150円かますないと思うし、結構美味しいんで、小腹空いた時とかは、少しお店とか行きがちですけど、普通にこういうフルーツ屋さんみたいなところで、これバナナ屋さんですけど、買ってみるっていうのもおすすめの旅の一つです。ぜひ。皆さん今回も最後までご視聴ありがとうございました。今世界を回りながら取材して番組を作っているんですけれども、このめぐるめチャンネルはあくまでもサブチャン、本チャンネルはワールドリポートチャンネルというチャンネルを運営しております。もちろんこちらのサブチャンもチャンネル登録いただけると嬉しいんですけれども、ぜひワールドリポートチャンネルの方も皆さん登録よろしくお願いします。